はい、阿部ちゃんでございます。本日なんですけども、小岩に来ました。パチパチ。小岩、お久しぶりなんですけども、早速ね、小岩1軒目に来たお店紹介しましょう。こちらでございます。立ち飲み酒場さくらさんでございます。はい、こちらのお店ね、めちゃくちゃ安いね、千風呂店になってるんですけども、1000円でチケットを買えるのよ。1100円分のチケット、1000円で1100円分のチケットを買って100円分ちょっとお得に飲めるっていう千風呂店になっております。で、めちゃくちゃねコスパいい居酒屋さんになってて、お酒が200円からと、おつまみも100円からなんよ。チケットでまたお得に飲めるということで、今回こちらで千風呂飲みしていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、ということでお店来ました。お店はね、立ち飲み席っていう感じのカウンターの席とテーブル席が2つあるって感じだね。ということで早速もうね、お酒注文したんで、レモンサワー、これ200円だよ。安いな。めっちゃ高い。はい、200円、安い。ほんならちょっと小岩で1軒目乾杯しましょう。はい、乾杯。ナイス。こだわり酒場のレモンサワーだから、うまいね。いや、いいね、このまだそこ外明るいからな、うん、めちゃくちゃで、ちょっと早速システムを紹介しようかね。チケット制で、1000円分のチケット買うと、100円お得になりますよっていうやってるんで、こっち買った方が絶対お得って感じになってます。これチケット、これでね、うん、これをこれで注文していくっていうスタイルです。ということで、私たちはね、1000円ずつとりあえず買いました。はい、メニューじゃ紹介しようかね。はい、こんな感じですね。もう安いな。レモンサワー200円、すごい、ね、200円からだね。生ビールもだって400円だからね、安い。で、おつまみメニューがこんな感じ。100円から、高くても300円400円じゃん、これは安いですね。じゃあちょっと早速なんか気になるものね、注文しようかね。うん、はい、ということで早速おつまみね、注文したんですけども、こちらでございます。はい、こちらが特選肉豆腐でございます。300円。はい、こちらが炙りしめ鯖でございます。300円。うん、安いですね。早速炙りしめ鯖食べようかな。うん、炙られてますね。めちゃくちゃうまそう。ちょっとつけていって、いただきます。うん、うまっ。炙られてますね。うまみが凝縮されてるわ、うんうん、この一回締めて、うまっ。邪魔だ。あー、最高最高。これ注文してからバーナーで炙ってたから、すごいその香ばしさがすごい強いわ、うんうん、うまい。ちょっとこの特選肉豆腐も食べようかな。豆腐も黒くね、だいぶ煮込まれてる。豆腐と肉と玉ねぎで、いただきます。うん、あー、うまっ。なんかちょっとビーフシチュー寄りの味噌の、うまいですわ。いや、小岩っていいよな。小岩ってめっちゃ多いよね、安いとこね。おいおいおい、マジでせんべろ店が多いね。うん、楽しんでいきましょう。いいよ、いいよ。からし、わさびつけて、いいね。いただきます。はい、あ、うまい。うん、うん、香ばしい、うん、香りがすげえ広がる。めっちゃいいじゃん、桜。店名が書いてあるジョッキーってちょっとテンション上がりますね。なんか最近テレビ写真撮って集めてるんですよ。ちょっとコレクション、趣味。すいません、ブランドが分かりませんが。あ、分かりやすい。七味。やっぱかけた方がうまいっしょ。かけた方がうまいかな。うん、真っ黒だな。土手煮みたいな感じやんな。うん、甘めの、うん、このだしと七味が合うな、うん、深い、はい、ちょっとまだね
チケットは全然あるからちょっとお借りしましょうかね。はい、2杯目。俺トマトハイ、これも200円。安いな。お疲れさんさは200円。安い。こんなのかな。はい、思ってたトマトハイと全然違った。んトマトサワーだ。ああ、炭酸なんだ。そう、で、甘いね。甘いトマトジュース、うまいんだけど、めっちゃ無糖のさ、トマトのさ、トマトジュースと焼酎のイメージあるじゃん、あの、すっきりしたやつ、全然違う。うまっ。なんかこういうチューハイみたい。ああ、なるほど。うん。で、ちょっとおつまみをもう一品追加したんですけど、こちらでございます。はい、こちら紅生姜鶏天でございます。300円。鶏天でかっ。これでかいな、1個これで300円でしょ。すごいな。すごっ。紅生姜がまぶしちゃうのかな。いただきます。うん、まっ。こりゃうまいわ。これうまい。鶏肉に紅生姜まぶして天ぷら、ほんのり紅生姜感とこの塩、最高だね。うまっ。ピンク色のおつまみにピンク鮭。うまっ。ピンクマン。ピンクマン。ピンクマン。これうまいよ。初めて食ったかも。なんかこんな感じ。まあ、サクサク。衣はうまい。紅生姜感が強くて、マジでかいね。1個100円とかでしょ。そうそうそう、安っ、ね。あーあー、うまいいね。でかでかケンタッキー、本当に。揚げたてだから。うわぁ、美味しいよね。うまい。うまっ。美味しいよね。うん、これだけでもうなんか完結しますね。何も味付け、その追加しなくても。そう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 、うまいよね。味付けは軽く塩振ったぐらい。うん、あかわいい。初めて食った。うん、めっちゃうまい。絶対頼むべきな気がしてきた、美味しいよね、これは。10個食いたいもん。マジで。そうね。うん。中は。ああ、うまい。うん。まだね、チケット余ってるから。はい。お借りします。はい。お疲れさんサワーでございます。はい。まあ、とりあえずじゃあ乾杯しましょうかね。はい、ありがとうございます。ね、これはもう疲れが回復するわ、いいですね。で、ちょっとね、あの最安値のおつまみを注文したんだけど、こちら、はい、こちらが無限ピーマンでございます。100円。はい、無限ピーマン、これ100円だから多分1個分ぐらいなのかな、多分。これ早速いただきます。これはもう無限ですね。うん、うん、もう生のピーマンをシャシャって切って、うん、ごま油と塩、うんうん、うまいやん、うん、100円。100円安いな、ね。うん、お疲れさん。はい、で、最後ね、あのチケットがね、ちょうど2枚余ってたんで、いい感じのやつ頼みました。こちらでございます。はい、こちら舞茸の炊き込みご飯でございます。200円。炊き込みご飯、うまっそう。最後までね、ちょっとご飯食べよう。舞茸が入ってますね。いいよ、いただきます。
うめえ。もう味がバッチシ、うんうん、もう炊き込みの出汁が最高で、あと舞茸と厚揚げ完璧じゃない。これ200円か。そうよ、安いな。お茶碗いっぱい入ってね、うん、うまなんかちょうどいいね、濃すぎず薄すぎずベストな味出してるわ。うん、めちゃくちゃうまい。これ舞茸と厚揚げだけかな、うん、結構シンプルだけどこれでいいのよ、十分味が出てんのよこれで。うまい、うん、これ山の上でおにぎりで食べたい、うん、なるほどね、そんな感じの味がする。なるほど、うん、うまいうまい。あーうまい、いいね。いただきます。おいしい。おー、うまっ。おいしいよね、うん、めちゃくちゃおいしいじゃんね。味がめちゃくちゃおいしいやん、これ。味が抜群だよ、うん、もう舞茸の旨味が米に染み込みまけてる、うん、めちゃくちゃおいしいな、これ、ね、うん料亭の繊細な味する、うんうんうん、うわ、うめぇ。いくらでも食えるね、うん、スパスパ、ま、大満足や、うん、上がる1軒目で、うん、割となんかサクッと飲んだつもりが大満足だね。はい、ということで、あの最初にね、言ったチケットがもうこれでちょうどぴったしなくなったんよ、うん、これで1人1000円素晴らしい。安すぎない、うん、お酒まあ3杯2杯飲んで、おつまみもねちょこちょこいっぱい頼めて、まあチケット買ったからやっぱ100円ずつお得になるっていうのもめちゃくちゃいいしね、うん、はい、ということでめちゃくちゃいい居酒屋さんでした。せんべろできましたね、はい、はい、ということでぜひ皆さんも来てみてください、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、バイバーイ。